いきますよー。どうもランボルギーニシャピンということでですね、今回はですね、私のドッキリになるんですけど、まあ俺のドッキリと言ったらそうたやすくやるもんではないと、まあ彼がたやすいものをやっているというわけではないのだが、やっぱね、俺のドッキリと言ったらね、こう SD カードをなくしてジンタンを泣かせるだとか、そういうドッキリなんですけど、今回はですね、題してこちら、もうストレートです。もうストレートですよ。もし相方が毎日投稿をやめようと言ってきたら、これですね。まあスカイピースにとって毎日投稿っていうのはもう酸素と同じぐらい必要不可欠なものなんですけど、やっぱね、毎日投稿これを縛りでやってるとかね、もう毎日投稿大変じゃないって言われるんですけど、俺たち結構毎日投稿楽でもないけど楽しいから、とりあえず毎日投稿っていうのは絶対できるわけですよ。で、毎日投稿すればね、毎日誰かが見るわけですよ。毎日誰かの眼に映るって、こんな素晴らしいシステム、誰が考えた。 YouTuber 最高、あざすあざすみたいな状況なんですけど、スカイピーさんね、やっぱりね、YouTube に一番適してると思うんですよね。俺たち別に動画でキャラクターとか作ってないんで、そのまま、ありのままの、ありのままの自分でやってるんで、やっぱりスカイピーさん一番 YouTube に適してると。で、適してる俺たちが毎日投稿やめようと言ってくる。さあ、相方どうする？まあ、ここでね、めちゃめちゃね、ジンタンは多分最初、俺が YouTube 毎日投稿どう思う？みたいな。最近なんか、疲れてきてない？みたいな感じで聞いて、いや、毎日投稿は俺たちだって不可欠だよ、みたいな。俺と同じ意見を言ってくれると思うんですよ。まあ、ここでね、俺がどう思うって言ったら、確かに最近疲れたし、もうめんどくさいとか言ったら、もうスカイピーさん終わるよね。うん。まあなんでね、ジンタン俺の意見を取ってやめてくれるのか、それとも、いや、スカイピースイコール毎日投稿、これは変えられないよテオくんっていう熱い意志を見せてくれるのか、やっていきましょう。シッシその時のことを書いたこと、大丈夫だよっていう死にたくなったら連絡しろって、死にたくなったら連絡しろって。毎日投稿って続けてく？今はまだ。あー、なんか前も言ったじゃん、なんか毎日とかどうすっかみたいな、続けていくか、それかなんか一本一本にいっていくかみたいな。でもなんだろう、無理やり感出てきたかなっていう。毎日、うん、毎日じゃなくてもいいのかなみたいな。まあでも、まそうだよね、すぐね。でも半端に上げるのも微妙だよね、週2とかで。なんか毎日でさ、なんかな、動画長くてさ、見切れないじゃん。レア度も同じ、3日あった。俺も録画してる番組とかがさ、ハマると見ないからさ、アニメもなんか1話、まあ、続いてるわけじゃないけど、スカイピースの動画が、そうなんだろうな、ハマっちゃったらみんな見ないかな。久々に時間空いたと思って見ようとしたら、いや、10分3本あるわみたいな。まあでも、いつも見てくれる子は確かにそうかもだけど、割と。新規の子もいるから、新規っていうか、いつも見てる子って多分再生数が全然伸びなかった時の15万くらいが多分いつも見てくれる、毎日見てくれる固定のファンとかで、それ以上の時は多分新しい子とかたまに見る子とかも混じってるから、別にそれはあれかなっていうあんなカメラ覗かされることあんの？あんな覗くことあんの？カバンから、もったい強すぎるよ。どれか撮ってるの？つもりだったんだけど、ドッキリって難しいし緊張するんだよな、苦手だ。あ、毎日投稿は僕らのまんじです。次回のスカイピースはやっと投稿できる歌動画です。ファミマをパリピにしてやりまして、そんじゃまた明日もよろしく。ベイスシッシ、なに、なに、撮ってる。あーなんだドッキリやこれ。いきなり毎日投稿やめようって相方が言い出したらなんて言う。もうドッキリかける方やな。ドキドキしちゃって。ドッキリだったなこれ。すごいね、ずっとわかんねえよ。わかんないようにカメラをこう設置したんだけど、すごい。一個だけ赤いのが見えないですよね。見えないですよ、確かに確かに。で、実際立てたら立ってるよ。立たれたかー。もうちょい行きたかったんだけどな。うわー、もうちょい、もう
俺はもうやめようと思うみたいな、じんたんの意見もあるけど、俺は毎日投稿本当にやめようと思うってとこまで行こうとしたんだけど、すげえすげえ、いいね、やらせじゃない感じ、いいね、見つかっちゃうあたり、すぐ見つかっちゃう、ね、いいね、これはまあ怪しいけどね。そうやね、こっからだね、撮る、こう話しててどうするみたいな言っててチラッと言ったらめっちゃ覗いてくるやん。めっちゃあるやんっていう、ちょっとも感づかなかった、わかんなかった、だってよ、30分前からこの形を見慣らすためにずっとこれやってたのに、撮り始めて急にカメラに気づいたから、あ、俺の話の振り方が雑だ、いやいや、全然たまったま、たまったまなんか多いなって思って、毎日投稿絶対やめないからね。あははは、絶対やめない、やめない、よかったよかった、毎日投稿最高、イエイ。